はい。始まりました。給与明細チャンネルです。毎日投稿しているので、チャンネル登録、高評価お願いします。今回は群馬県の派遣会社の正社員8年目、29歳の方の給与明細です。仕事内容は製造メーカー向けの派遣会社の営業をやっております。メーカーへ営業を行い、案件獲得と同時に派遣社員の採用活動に移ります。採用した社員をメーカーへ配属させ、あとは社員のフォローをしながら、えー、さらなる受注を受ける。 といううののが一連の流れになるそうですでまあ、えー、派遣会社いろんな仕事内容があって長いので気になる方は見てみてください。で、えー、仕事に必要な資格やスキルが派遣元責任者と第一種衛生管理者キャリアコンサルタント勤務時間が8時45分から18時15分が定時、えー、この方の実績にはなりますが月の残業時間が少ない時は65時間。 多い時は二百十時間でした。で収入が月収三十八万、年収五百万、ボーナス五十万。えー、派遣会社で働きたい方のアドバイスとしては、この仕事は向き不向きがあると思います。前提として、派遣社員にはいろいろな人がおり、問題児も少なくないです、えー。常識では考えられないことをしでかす者が数多くいます。その度にお客さんからは怒られ、上司からは怒られ、他の派遣社員からも怒られるというケースがよくあります。 自分のことじゃないのになんでこんなに言われなきゃいけないんだと誰もが何回も思っているはずです。それにお金もよくありません。しかも激務です。とまあ、えー、こんな感じで書いてあります。で、えー、給与なんですけど、えー、基本給が、えー、31万2000円、LPA 受取金5万5000円、非課税の通勤手当2万で、えー、総支給が 38万7千円そこから、えー、控除が引かれて手取りが26万26円となっています、えー、今回は派遣会社で働く方の給与明細でしたえーまあ、残業手当出てないところにすごい闇を感じる給与明細でえー、まあ少なくとも60時間以上月々残業しているということでまあ本当にどうしようもなくなった時しか働きたくないような え感じですまあ給料は年収500万あるんですけどまあそれに見合わない命の削り方をしてる感じなのでまあえ派遣会社で働く時は夜中に電気がついてないかとか見た方がいいのかなって思いました。今回はこれで終わりまますすチャンネル登録高評価お願いします